会員の民主党を率いる院内総務に選ばれたジェフリーズ氏はニューヨーーヨク州選出の52歳ですジェフリーズ氏はおよそ20年にわたって下院民主党を率いてきたペロシ下院議長の後任となります。 党のトップに黒人が就任するのは民主・共和両党上下両院の歴史を通じて初めてで民主党は新しい執行部で世代交代を図り黒人層にもアピールしたい考えです。